資格を取りました、で勉強しました、技術も学びました、じゃあお店スタートします、でこれでゴールだと思っている方が結構いらっしゃるんですけど、実はですねお店をオープンしてからがスタートだということで、やはり学び続けるっていうことがすごく大事なわけですよね。はい、皆さんこんにちは、エステ王子です。今回は売上が上がらないサロンオーナーの特徴ということについてねお伝えしていきたいと思います。このチャンネルではですね、エステ王子のサロン経営ノウハウ、カウンセリング、リピーター作り、物販、集客、それからサロン開業、こういったことについてね、お伝えしております。それからですね、エステ王子の日本一のエステテクニックもご紹介しておりますので、ぜひね、参考にしていただきたいと思います。はい、ということで、今回のテーマ、売上の上がらないサロンオーナーさんの特徴なんですけれども、はい、どうでしょうかね。パッとね、どんな方なのかなっていうふうに思いつく方いらっしゃいますでしょうかね。いろんなですね、サロンさん見させていただいたりだとか、サロンオーナーさんにお会いしてきました。で、売上の上がってるサロンさんもいらっしゃれば、なかなか売上が上がらないサロンさん、オーナーさんいらっしゃるわけですよ。そんな中でやはりですね、こう売れてる人と売れてない人のやっぱ違いがあったりだとか、いろいろですねこう見てきたわけですよ。でそんな中でね、売上の上がらない人ってやっぱりこういうタイプなんだなっていうのがね、なんとなくわかるわけですよね。まあ、それをね今日はねお伝えしていきたいと思います。なのでぜひね、こういったタイプに当てはまらないようにサロン経営をしていただきたいだとか、考え方を持っていただきたいなと思うんですね。まずですね、まあもちろんなんですけれども、やはりですね、技術力がないとか、知識がそもそもないとかですね、おもてなし力がないみたいな、こういった方はですね、やっぱそもそも、まあ、大前提として売上が上がってないんですよ。当然ですよね、やっぱ技術力がなくて、知識がなくて、おもてなし感がなければ、まあ、接客が良くないって話ですから、もうお客様もね、なかなかこうリピートしてくれないと、まあ、結局売上が上がらないっていう話なんですね。で、まあそれはもう大前提として、ただ技術力はある、ね、知識も持ってる、まあ、接客もそこそこちゃんとやってるのに売上が上がっていかないっていうようなサロンオーナーさんも実はいます。でね、これはですね、どんなことかっていうと、まあ、時間のね有効活用をするっていうようなまず発想がないっていう方とかですね、それからやはりこう学びに対して無頓着というかですね、要は例えば資格を取りました、で勉強しました、技術も学びました、じゃあお店スタートします、でこれでゴールだと思っている方が結構いらっしゃるんですけど、実はですね、お店をオープンしてからがスタートだということで、やはり学び続けるっていうことがすごく大事なわけですよね。この学びに対するこう投資、時間の投資とお金の投資ができない人は、やはりなかなか売上が上がっていないと。で、ね、その学ぶっていう感覚のない方に限って、やはりこう時間の有効活用がうまくできてないと、まあ、忙しいって言ってみたり、まあ、今はまあそれどころじゃないとか、まだ私にはいいかなみたいな風にやっぱ思われるんですけれども、やっぱりね、こう美容の知識もそうですし、サロン経営、こう時流っていうのあります。でこれってやはりですね、こう学び続けなければ、なかなかこうサロン運営がねうまくいかないんですよね。特にですね、まあ、エステ業界の場合は、まあ、トレンドとかね、時流っていうのがすごくあるわけなんですよね。その時にどんな言葉が流行っているとか、はい、季節によってどんなキーワードがいいのかとかですね、そういった情報もやっぱり必要なわけですよね。で SNS での配信の仕方もやっぱりこれ定期的にね、例えばですね、インスタグラム社なんかだと AI の仕組みが変わったりだとかするわけですよ。まあ、そういったことをやっぱり自分一人でサロン経営をしている時って、全部をこう調べ尽くすとかって難しいんですよね。そんな時にやっぱりこういろんなところに学びに行って情報を獲得していくっていうことをやっぱりやっていかなきゃいけないと。なので、なんか今はね忙しいからとかね、お金がねもったいないからっていうふうなことではなくて、お金を使ってですね、時間を使ったら、その分必ずですね、サロンにリターンとして返ってきます。で本当に売上の上がってるサロンさんは、この学びをとにかく大事にされてます。なので、今どんなことを学ぶべきか、何をするべきかっていうことを、まず売れてるサロンさん分かってるんですよ。でも売れてないサロンさんは、そこが分かってないから、実は何を学んでいいかも分からないし、学ぶ必要ないんじゃないかってやっぱ思われるわけですね。なので、そのベースとしてね、ぜひ考えていただきたいことがあるんですけども、それはですね、やはり現状の分析なんですね。現状の分析。例えば集客がいいのか悪いのか、来店頻度がいいのか悪いのか、来店数が多いのか少ないのか、売上の比率、例えば新規の売上、リピーター様の売上、それから物販の売上ですね。こういったことがあるわけですよ。例えば1年以上通ってる人がどれぐらいいるのかとか、1年間で例えば30万円使うお客様がどれぐらいいらっしゃるのか、っていうのがあるわけですよね。こういった現状の分析が実はできていかないと、何を学んでいいかわからないということがあります。なので、まあ、学びたいけれども何を学ぶべきかわからないっていう方は、まずその現状分析からスタートされるといいと思います。
で、大切なこと、何でもそうですけれども、最終的に資産になるっていうのはやっぱり知識であったり技術だったりするわけですよ。なので資産になっていくような学びっていうのは、早ければ早いだけですね、サロン運営にすごくねいい効果をもたらしますから、学べるものはですねなるべく早く学んだ方が、やはりですねそれがですねお店のサロン運営に返ってきますから、非常にね役立つと思います。なのでぜひですね、その学ぶっていう意識をしっかり持ってですね、その学びに対しての投資をしていくと。やはりなかなかこう学ぶ時には毎月いくらかかるとか、この技術を学ぶには5万円10万円かかるよとかってあると思うんですけれども、そうではなくて、その10万円をかけると言った時に、それがリピート率が上がるとか、契約が1割上がったとか、客単価が5000円上がりましたとかね、1万円上がりましたって言っただけで、あっという間にですねその10万円とか20万円なんていうのは回収できるんですね。でもその知識だとか技術がなければ、そもそも客単価も上がらないし、契約率も上がっていかないわけですから、なるべくそのノウハウっていうのは早い段階で身につけておくことを正直お勧めいたします。はい、なのでぜひですね、この学ぶ意識、学びに対する投資、時間とお金の投資する、まあ、メンタルをちゃんとつけていただくということがサロンの成功の秘訣じゃないかなというふうに思います。やっぱりしっかり学んでいる方は何度も話しますけれども、やはり成功されているサロン運営が安定されているという方多いです。ぜひですね、この学び、何度も話しますけれども、学びを意識していただいて、サロン経営をねやっていただきたいなというふうに思います。はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。ぜひですね、売れるサロンオーナーさんになっていただきたいというふうに思いますので、ぜひですねその学ぶための意識をちゃんと持っていただきたいなと思います。今回の動画ためになったなというふうに思われましたら、ぜひ高評価お願いいたします。それからですね、この動画に対する質問感想などありましたら、ぜひコメント欄にお願いいたします。それからですね、これからもね YouTube アップしていきたいというふうに思っておりますので、まだチャンネル登録ねお済みでない方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ということで、またお会いしましょう。ステオジのですね、この YouTube はですね、こういったカウンセリング、物販、こういったことについてね、お伝えしておりますけれども、実はですね、ステオジのオンラインで学べるカウンセリング完全マスター講座っていうのを実はやっております。これは何かっていうとですね、毎週1本ですね、ステオジからカウンセリングに関する動画が送られてきます。で、その動画を見ていただいて、1週間で実践していただくと。これをですね、48回繰り返していただく。この動画を見ていただいて、1年間かけてですね、カウンセリングをね完全にマスターしていただくというような講座です。コミュニケーションの取り方からですね、信用の獲得の仕方、安心の与え方、それから高い商品を安く見せるような心理テクニック、こういったものがね入っております。それからですね、プレカウンセリングの流れ、そしてインカウンセリング、クロージング、こういったことをねやっております。動画だけではなくてですね、実はですね600枚のテキストを参考にしていただいて学んでいただける講座になっております。それからですね、このねオンライン講座をやっている方限定でですね、グループコンサルっていうのをね月に1回やっております。ね、それにも参加していただいて、たくさんね質問していただいたら全てね動画でお答えさせていただいておりますので、ぜひですねカウンセリングをしっかりと学びたい、ね、これからですね契約率を上げたい、契約単価を上げていきたいというような方は、このオンライン講座ぜひね受講してみていただきたいなと思います。詳細はですね概要欄に貼っておきますので、ぜひねチェックしてみてください。